私は幸せなんだろうすごく感じました。本当にそうさせてくれる子供たちとお母様方、もうたった1学期だけで大工さん、ペットショップの店員さんで、これからみんながどんな大人になっていくか、とっても楽しみにしてます。またいつでも遊びに来てください。待ってます。